キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあトレードに出してあげた方がいい選手、今日は千葉ロッテマリーンズ編、はい、っていうところでね、うん、まあ今はまあ9ゲーム差の2位だから、うん、9ゲーム差のね、9ゲームはないとか、あ、まあ、まだワンチャンある、はい、あのホークスが去年みたいに12連敗したら、はい、そうですねでその代わりロッテも連勝しないといけないですよね。そう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 、はい、まあその中でもうね、はい、ロッテはいるよ、うん、いっぱいいます、うん、はい、トレードに出してあげた方がいいです、はい、でもうちのが、うん、もう俺が何言うか分かってるらしい。そう、なんかね、さっきね、もう分かるんですよ、何年もこうやってやってたら、うん、誰言ってくるかも。ちょっとこれに書いて、書いてほしいよね。あ、じゃあちょっと予言、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 ダムス、うん、ダムス書いてダムス、はい、じゃあ、佐藤さん、この動画の最後に、じゃあ先生が書いたのはこの人でしたっていうちょっと確認しましょうよ。いや、でも俺が言ったやつが入ってたら、うん、あ、書いてましたでいいやで、なりますよね、うん、だからなので動画、今見ないで、動画の終わりの方で、うんうんうん、だからこれ見ない、一人だけや、一人だけな、何も、いつもだって 3,4 人言うやんな、いつもは、はい、ドロキューだもん。いいじゃん、わかりました、書きますよ。じゃあ、3人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 、ね、ドラフト1位から上から書いといて、自信ある順番に。あ、ドラ1ね。じゃあ、もう書き終わったってことね。ああ、さあ、じゃあ、いくよ。はい、千葉ロッテマリーンズ、トレードに出してあげた方がいい選手、はい、井上誠也。あー、確かに。まあでも今年35歳やね。結構上ですよね。ああ、うん、上だから、うん、速攻性あって、はい、代打の代打とかね、うん、ファーストとかで、はい、まあ、この今年 A クラスになる、うん、ね、もしくは優勝に向けてワンチャン補強したいっていうんだったら、うん、もう育てるとかじゃないから、はい、ラストチャンスあるんちゃうかっていうね、うん、ちょっと代打要員があんまりこう、そうそう、落ちるがある人いないよとか、うん、もう1軍ではほぼね、うん、使う道ないから、今年出てないですからね、出てない、公式戦出てない、うん、でファーストもね、はい、あの安田が守ったりとか、うん、外が行ったりとかしているからね、うん、もうこのまま、うん、もう言い方きついよ、はい、このままロッテに行ったら、うん、もう引退するの待つだけ、はい、一歩間違ったら現役ドラフトに入る可能性もある、うん、はい、もしくは一歩間違ったら戦力外の可能性もある、うん、でもまだ使えると、はい、は正直ね、うん、で、続いて、はい、こちらです。広沢大河。おお、いきますか。もうラストチャンス。ラストチャンス。うん。うん、もう多分、うん、このままロッテにいても、うん、やっぱ厳しいと思う。でもやっぱなんかロッテはこう今までドラフト1位じゃないですか。いやいや、もうそんなこと言ってる場合ちゃうで。え、そうなんですよ。でもなんかこう出したくないのかなって思ってたんです。なんか、うん、出してもいい時ってもっとあったじゃないですか。あったよ。うん。うん、でももう、うん、じゃあトムスギショートになりました。うん、で小川もいい形で出てる、はい、で藤岡もいる、うん、でバックアップに茶谷にいる、はい、ってなった時に、うん、もう、うん、使うとこないやん。いや、そうですね。で外野も含めて、うん、もうほぼほぼもう井上と同じ条件、うん、もうほぼ使うとこない、うん、ってなったらもう移籍して違う球団に求めるしかないやん、うん、その活躍の場をね、はい、そういった意味では本人のためにももう出してあげないと厳しいと思うよね、うん、いや本当に出してあげてほしいと思っちゃうんで、うん、そう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 、うん、そしたらもう何かがね、うん、変わる可能性もあるからね。言ってまだ26ですから。そう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 、うん、そういった意味でもそうなんですよ。このまま買い殺しはきついと思う、うん、本人にとってもちょっとかわいそうだからね、うんうんうん、しますしね、うん、続いてピッチャー、はい、こちらです。はい、二木浩太。おー、今年29歳、二木投手、うん、一軍で1試合も投げてます、はい、2軍で今2勝2敗、うん、9試合登板7先発、はい、ないやろ1軍で。いや、なんかこの 2,3 年前のなんか、あ、もうやっぱ次のエースだなみたいな時あったじゃないですか。勝手に騒いでるだけファンが俺は1ミリも思ったことない正直。いや、なんかねえ、お、なんか勝てるピッチャー出てきたみたいな時があったからこそ、なんかもっと乗って頑張ってほしかった。なかった。なかったですか？だって10勝1回もしてないんですよ。してないんですよ。いや、9勝3敗だったら、やっぱり 10と9どれぐらい違いだから。うん、そう、2桁とね、1桁じゃ、うんうん、そういった意味でも、うん、やっぱ課題評価しすぎなのよ。うん、そう、なんかそう、すごいできると思ったんですよね、そうそうそう、ね、だからもっと厳しく当たらなきゃいけないんだよ。うん、大したことないよ、もっとやらなきゃぐらいの、うん、だからそういう意味でも、うん、環境を変えて、はい、ね、厳しさの中行って、うん、ワンチャン頑張っていこうっていうね、28歳、うんうん、で続いてこちらです、はい、東條
大輝登場投手ちょっと今年2軍では結構打たれててっていうのもあるけども、うんまあ、今年33歳、うん、サイドスローでリリーフ、はいまあ、多分今のまま1軍にいても多分使われんと思うねん、うん、正直、はい、だって育成から上がってきた仁王とか、うん吉田亮とか使ってるから、うんはい、であとは澤田とかもね、うん、西村とか、うんまあ、今年パッとしないけど、はい、っていうところもいるわけやろ、うん、もう使われへんやんそうですね、うん、ってなったらもう年齢的に考えても、うんまあ、ワンチャントレードも俺はいいんちゃうかっていうね、うんうん、ところ で、 そ、 うです、ねそして、はい、おまだいる、うんはい、いるよバンバン出していくから血の入れ替えをしていくと血の入れ替え大事あこの人かな、うん、八木明八木投手か、うん、はい、まあ、2軍では 2.35 ね、うん13試合登板してリリーフでいい感じになってきてるけども、はいうん、1軍には4月19日日本ハム戦投げて以来上がってきてないんだよね、はいうん、でしかもさっき言ったようにちょっとリリーフ混雑してるやん、うん、結構、はい、何気に混雑してんだよ、うん、でも上がってきえへんやん、うん、ってなったらまあ、そのトレードに出すってことは、はい、いい選手ももらわなきゃいけないから、うん、こっちからもそろそろの人出さなきゃいけないからっていうところで、はいまあ、使わないんだったら八木もリリーフに困ってて右でっていうところになるといい形あると思う、うん、はい4月以来投げてないのかね、はい、でもう一人いいね、はい、うん、いっぱいいますねロッテ小野文哉あ小野投手ね今年28歳、うん、まあまあね結構ここまでロッテに来てから、はいうん40試合、49試合、44試合いや、かなり活躍しましたよ、うん、でも去年10試合、うん、で今年は今2軍では投げてるんだけども、はい、1軍では1試合も投げてない、ないんですよねっていうところと、はい今のメンツで1軍のリリーフ、うん、結構枠が決まってるところもあるじゃんね、うん、だから今だったらリリーフが、まあ、これが日曜日の登録メンバーだけど、はい、浅村東、坂本鈴木翔太増田横浜二北二吉っていうところになってくるじゃん、はい、抹消は誰もされてないからね、うん、ロッテはね抹消されてないのか、17日の高野が抹消されてるだけだから、うん、月曜日にね、うん、で他は抹消されてないっていうところを考えると、うん、なかなか入ってこれてないわけでしょ、はい、これも使わないんだったらね、うん、いいのを取れんじゃない、そう素材的にはね、まっすぐも速いしね、うん、力もあるから、うん、これがね、はい、佐々木が選んだロッテのトレードに出してあげた方がいい選手5人ぐらい出した結構言いましたね、うん、それは当たってるやろ、はい、うんこんだけ出したらまあ2人が当たってるんじゃないですかねえ、うん、ちょだからどう出していやでもね、はい、あ1番に変えたのが一番自信があったですね、はい、ずっと最初から言ってた、はい、せーのじゃんじゃん先生の北木東条池田ああもうでも1人2人当たってるじゃないですか踊ってんじゃん池田ライトは出さへんねん出さないですかだって右でも僕ほんと好きな選手なんですよ、はい、右でも中止、うん、だったらライト君と競争なるしなとか代打、うん、とかだったらね、うん、でスタメンになっても、はい、もうちょっと頑張ってらいけるんちゃうかって期待してるんですよ、はい、で無理かなって佐々木さん聞きたかったんですよね、うん、いや池田ライトを出すんだったら、うん、アイトとかの方が出すと、まあ分かりやすい下ばっかだけど出すだったらねだから俺は出さないっていう、うん、だってアイドとか石川とか、うん、キャラかぶりだからね、はい、右手っていうどっちかっていうと守備位置もメンバー含めるとね、うん、あと2軍では山本もね、うん、ダイナマイトもいるしね、うん、池田はないね池田はないですなかったですか、はい、まだねまあでも2人当てましたね、うんはい、すごいじゃん、うん、やるやん、はい、あ、まあ、うん、あんなもんでしょまあでもここは使わないんだったら本人のためにもね、うん、俺は出してあげてもいいんちゃうかっていうのもあるしね、はいうんそこら辺はまだまだいけると思うんだそうですね、うん、あとこれ私の聞き間違いか分かんないんですけど佐々さんさっきからずっと沢村投手のことで浅村浅村って言ってた言ってた言ってませんでした私浅村っていう投手いたっけと思って言ってた言ってなかった浅村東坂本鈴木翔太増田横浜二北二吉っていうところになってくるじゃんはい人間って怖いねはい、うん、言ってるつもりがね、うん、脳では沢村って思ってる言ってるんですね、うん、サムラーって言ってるんですこれ難しいところだね、はいまあ、ということでね、はい、ロッテはトレードに出した方がいい選手、うん、この選手でしたけども、はい、マリーンズファンの皆さんどうですか